ハケワカ、これはハケワカ、なりきってるな、ハケワカやってる、なりきってるよ、いやいや、ハケワカやる気満々、いや、ハケワカもコントではね、やっぱり一歩も引けませんよ。こんにちは。あ、どうも、こんにちは。今日から竹岡くんの家庭教師をやります、はい、アキホです、よろしくね、よろしくお願いします。じゃあ早速始める、同期で長年知ってますけども、はい、これやばい時の顔です。竹岡さんがやばい時の顔、さっきお母さんから聞いたけど、はい、竹岡くんは英語が苦手なんだってね。英語が苦手ですね。このままでは花月大学に入れませんね。さすが花月のことめだぞ。はい、これ下手したら竹岡もピンク色になってます。なんか、はい、この部屋、暑くない？いや、適温やと思いますけど。そうかしら、なんか、あっと暑いわ。これ、ちょっと、苦味がやってることは、花子と変われへんねんけどな。こんなにちゃうのに、明日が変わったら、はい、文法の勉強から始めるわよ。文法、はい、この英文を訳しなさい。いいの、はい。Don't you? Don't you? 頑張れ。基本。頑張れ。はい。で、Don't you taste? Don't you want to taste? 秋穂。秋穂。秋穂を taste 味。あ、いや、そんなことは言えません。はい。意味がわかりません。その意味は。はい。秋穂。当たってます。味わってみない？当たってます、めっちゃ当たってます。先生、当たってます。いや、ちょっとわからないですね、英語は。はい、竹若くんは本当に英語が苦手なので。はい。いいわ。じゃあ次は国語の勉強。はい。おっと。じゃあどうする。この文章を読んでみて。これはいいな。はい。これ竹若さん、ギブアップボタン押すのも足乗り越えないといけないですからね。頑張れ竹若、頑張れ竹若。スケキヨは炎のように熱くなった肉棒を晒し、何の本読んでんねん。お千代のつぼみの中で満開の花を咲かせ、吐息を吹きかけた。つぼみは愚直。ちょ先生、これ英語の国語の教科書ですかね、これ。違うんじゃないですか。そんな違くないわよ。違くないですか。ほら、もっと頭を近づけて。いや、ちょっと見えてますよ、視力はあるんで。あ、ちょっとやめてください。ほら、もっと激しく読みなさい。いや激しく。おめでとう。ありがとう。ありがとうございます。そうだよね。向こうにつながる赤いボタン。しかも二度三度と押すたびにその不幸は加速する。シェリー、押さずにいられるか。明らかにおかしい。押した。欲望が招いた悲劇。騙された大将みたいです。正直寒いです。もう一度すいません。必死で。もう一回、はい、今の気持ちをカメラに向かって言えばいいですか。そうです。違うこと言った方がいいってことですよね、きっと。今のはちょっと使いづらいっていうことですか。そうです。続いて
く餌食となるのはアラサー美女4人組マックス。ようやるな。でもボタンの誘惑に勝つことができるか。とここでリナがお手洗いへ向かおうとする。そういえばこの部屋には怪しいものがもう一つ。すごいりっちゃん。押さずにはいられないはず。これ焼くの？え、怖い。なんか怖い。でもよく考えて、これをハワイに食べるのに出れないとね。うん、なんかそんな気がする。押すっきゃない。いいの？私たち？押すっきゃない。トラトラ風船発射。2011です。ありがとうございます。2011だって。あ、私たち。次のエディクトまでロックするた美のカリスマ一行。こっちですか。あ、はい、じゃあ、ちょっとこちらで。あ、本当。はい、ここで待ってればいい。はい。実験スタート。なんか気持ち悪い。見て。すると早くもパンドラの箱に手が伸びる。押してはいけない不幸につながる赤いボタン。怪しげな空気を察知したのか、部屋の中をチェックし始める。ベテラン。だがあれが気になる。押すんだやっぱ。
傷つけられる前に防げ。新しいラックスはアクティブダメージケア、ダメージにつけ入る隙を与えない。シルクのまとまりで勝ちに行け。ラックスシュープリッチ。The hair is so beautiful. That's her.新発想の3つの潤いで一段上のこのまとまり。モイストフィニッシュシャンプー。Mom's hair. ここまでの放送。